こんばんは、オメス。今日は木曜日、金玉紹介ですね。今回は本日の木曜アップデートで新搭載された有能金玉を見ていきましょう。3週間ぶりくらいですかね、ユーロのメンバーに選ばれたことによって多くの選手が搭載されました。ということで、金スカで使える個人的に強いと思った選手をまとめて紹介していきます。新搭載の注目の白玉、銅玉も明日以降に出す予定なんで、チャンネル登録してお待ちください。では早速見ていきましょう。まずはおまけの新搭載黒玉フムです。顔写真ないのがね、残念ではあるんですけど、また使えるようになりましたね。能力はボルコン型株の89、グランダパスフライパスが92、95ということで、安定したビルドアップができます。ヘディング96、ディフェンスにボール出しあって、ジャンプ、フィジコンも高めとなってます。フロリアン・ノイハウス、グランダパス92、フライパス91でプレイメーカーということで、2019、2020あたりはね、ビジュ的に系の能力となってます。他の能力で言うと、ボルコンボールキープは高めとなってます。スキルはワンパス、パスバックスピンロブ、ピンクのテイドアンドロブとパス系が大量にあります。ダニオルモ、2列目の選手でドリブル、グランダパス、ボディコンアップが高めですね。ライプツィヒスカットを作ってる方には嬉しい搭載ですね。最後はアンドレイ・クラマリッチ、無線ドリブル、決定力、キック力が高いボックスストライカーとなってます。スキルはコンカ、ライジングシュート、ワンタッチシュートなどシュート系が豊富ですね。はい、今回は本日新搭載された有能金玉を見てきました。以上であります。また会いましょう。バイバイ。